海上保安庁の第9管区海所保安本部内の金沢海上保安部に、大型巡視船の、能登が新配備。能登は、新造艦ではなく、実は配属替えの異例配備。今回は、この海上保安庁巡視船能登を詳しく見ていきますね。実配は身型巡視船若狭だったんです。海上保安庁も、少ない予算で頑張っています。ありがとうございます。2023年1月14日、海上保安庁の第9管区海所保安本部に属する金沢海上保安部には、排水量が1000トン超級の大型の巡視船である能登が配備され、金沢海上保安部としては、最大の規模を誇る同艦に注目が集まっている。海上保安庁では、日本全国を11の管区に分けて管轄を行っており、この中で、第9管区は、新潟県新潟市に本部を構え、同県及び富山、石川、長野県を担当、主として、北陸地方の日本海を警備することが役割となってている。昨今は、尖閣諸島周辺海域への中国海峡局の船舶の日常的な侵入が、日本の領海内の治安維持においては、最大の注目を集めている、感が拭えないが、海上保安庁の第9管区は、北朝鮮と海を隔てて対峙する地理的関係にある。かつての北朝鮮の金正恩体制の時代に行われた日本人の拉致事件は、こうした同国との距離の近さから、海上保安庁の第9管区内で数多く行われた犯罪行為であり、その意味でも警備の重要度は非常に高い地域である。今回巡視船、能登が配備された金沢保安本部は、そんな第9管区に属する部署の一つであり、これまでは、巡視船としては、総トン数770トンの阿蘇、片巡視船3番艦、白山、一隻のみが配属されているに過ぎなかった。また、それよりも、小規模な巡視艇としては、総トン数88トンの阿蘇、ギリ型巡視艇4番艦の、加賀行きと、総トン数26トンの鈴風型巡視艇の140番艦の、わしかぜの2隻が配備されており、合計では3隻が配備されていた形だ。こうした比較的規模の小さな3隻の船舶のみしか配属されていなかった金沢海上保安部にとって、大型巡視船である能登の配備のインパクトは大きく、管轄内での長期間の警備行動が可能となる点に期待が注がれている。ただし、大型巡視船たる、能登は、今回、金沢海上保安部に配属されるために新造された巡視船ではなく、もともとは、1000トン級の伊、和美型巡視船の5番艦の、若狭として、舞鶴の第8管区海所保安本部に配属されていた、船舶だった。若狭は、当時の三井造船玉野事業所において、2012年3月に寄港され、2015年2月に、舞鶴の第8管区海所保安本部に就役。そこで、およそ8年の配備を経て、今回、金沢海上保安部に配置替えとなり、能登と船名を改めたものである。海上保安庁が保有、運用している巡視船や巡視艇らの船名は、所属する管区の地名にちなんだものと、する慣例があるため、管区をまたいだ配置替えが行われる際には、必ず、新たな船名への変更が行われるものとなっている。そのため、船舶によっては、非常に、目まぐるしく、船名が変更されているものも多々あり、見方によっては、馴染みのなさや混乱を感じることもなくはないが、地元の方々へ、愛着を感じてもらえるようにとの配慮なのだろう。さて、は三型巡視船の5番艦の若狭改め、能登だが、総トン数が約1250トン、全長が 92.0 メートル、全幅が 11.0 メートル、
深さが 5.0 メートルの艦隊を持ち、同艇は2013年から2015年にかけて全6隻が就役し、今も配備中である。岩見型巡視船の配備状況は、全6隻が第1管区に1隻、第2管区に1隻、第5管区に1隻、第8管区に2隻、第9管区に1隻という分布状況になっており、中国とのいさかいが続く沖縄の第11管区には配備されていない形である。このことに、廃は見型巡視船の成り立ちが大きく関係しており、毎級に相当する国が、見型巡視船が、回転翼機の運用や総トン数で、1700トン級へと大型化した結果、一隻あたりの建造コストが70億円を超過してしまったことに、端を発する。海上保安庁では、こうした組が、見型巡視船の建造コストの高騰を受け、回転翼機の運用を取りやめ、船体も小型化した岩見型巡視船を建造、なんとか一隻あたりの建造コストは、およそ60億円ほどに圧縮はしたが、汎用性や航続性能は犠牲にされた。しかし、中国側による尖閣諸島周辺海域への圧力が高まると、建造コストを下げるために計画し、台湾見型巡視船では、それらの海域における長期間の任務や多用途対応が困難であることが顕在化し、結局は組が見型の再建造へと回帰した。こうした尖閣諸島方面での任務の必要性と重要性に照らした場合、建造コストの軽減を基として設計が行われ、台湾見型巡視船は残念ながら中途半端な仕様となってしまったという経緯があり、沖縄の第11管区には未配備となったものである。それでも、岩見型巡視船は、機関部には、ヤンマー社製の 8N330UW ディーゼル機関を2機搭載しており、最大出力で8000馬力、最大速度で21ノットを発揮し、沖縄の第11管区のような長期間の任務遂行が比較的に求められない地域では、十分な能力を有している。岩見型巡視船は、定員数としては、およそ40名前後が設定されているが、実際の運用上では、30名ほどでの稼働が可能であり、また、兵装も、30ミリのマーク44ブッシュマスター単装機銃を1機備えるなど、巡視船としては、必要十分な武装が施されている。この30ミリ、のマーク44ブッシュマスター単装機銃は、岩見型巡視船においては、前方監視型の赤外線監視装置と連動しており、これにより、高い精度の射撃統制システムを実現しており、この前方部には、高圧の放水銃も実装されている。岩見型巡視船は前述したように、建造コストの低減を図った設計であるために、回転翼機の運用は行えないが、小型艇の運用能力は付与されており、モーターボート型の高速艇や、ゴムボート型の複数の積載が可能となっている。また岩見型巡視船は、海洋事故として、発生頻度の高い油の流出に対処する能力も有しており、かつ、2011年に発生した東日本大震災の教訓から、真水の生成を行えるもの、その供給用の装置を強化しており、かつ、大型のクレーンも増設されている。こうした各種の装備が、後付けのものも含めて強化された岩見型巡視船ではあったが、10隻の建造計画があったものの尖閣諸島の専従体制に、従事可能な船舶の建造が、急務となり、結果としては、全6隻の建造で終了を迎えた。ちなみに、尖閣諸島の専従体制には、組が、見型巡視船が10隻新造される運びとなり、
ヘリコプター1機搭載型の津軽型巡視船2隻とともに、すべてが回転翼機の運用が可能な全12隻で、その任務に従事しており、海上保安庁の中でも最大規模の専任部隊となっている。ただし、これだけの体制、大型の組が2型巡視船を新造し、2016年にはその専従体制を敷いた海上保安庁ではあるが、中国海峡局はそれ以上のペースで所属船舶の新造と同国海軍艦艇からの移管等を進めており、数の優位性を取り戻すことは困難とみられる。中国海峡局の船舶4隻は2023年1月末にも尖閣諸島の調査のために日本側が船を派遣したことに反応して領海への侵犯を行っており、あくまで尖閣諸島が自国領であることを強弁し続けており、この状態が解消される可能性は非常に薄い。昨今では中国側が放った自称気象観測用の気球をアメリカ空軍が F-22 ラプターの空対空ミサイルを使用して撃墜したことが大きな話題となっているが、このような意味も意図もよくわからない行動を平気で行うことだけは確かな相手である。ウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアももちろん厄介だが、日本の数多くの製造業を営む企業は未だ中国での生産に依存している傾向にあり、経済的な結びつきが排除できないゆえに、いざ有事となれば大きな混乱が予想される。日本の消費者として見た場合には、少しでも安価な中国製品にメリットを感じている個人もまだまだ多いと思えるのだが、多少のコスト増には目をつぶり中国リスクを分散する方向を支持するべき時期に差し掛かっていると痛感している。